うまっ、さらにうまっ。菅田将暉、最近 CD デビューを果たし M ステにも出演した菅田将暉。誰ですか。補足。うん、大丈夫、こぼれた、大丈夫。あれだよ将暉。はい、見たよ M ステ。あ、ありがとうございます。仏も M ステ出たいな。あ、出たいんすか。うん、出たい。で出れるかな仏 M ステ。いや、その歌をどうするのかっていう。お、それちょっと侵害、侵害リング。仏あれだよ、最近あれだよ、桑田佳祐のモノマネがもう絶うまい、極上にうまいっていうことが発覚リングしたよ。発覚リング、うん、そうなんですか。うん、じゃあちょっと歌ってみてください。歌う、はい、いくよ。はい、もう少し、もうほぼ同一人物のだよ。いい、はい、わらお、ごめん、もう一回やりなさい。わらお、ひとっきり、あ、ウィン、ホーマイリン、セセイ。ちょっと違う風に、ちょっと今、ちょっとレイ・チャールズの風に言ってしまったけど、ちょっと待って、まだある。あと、奇跡の保険、デーリー、ニューアンデイとか、そういう歌あるじゃん、これ。はい、ニューアンデイとかっていう歌があるじゃん、知らない？ニューアンデイっていう歌が、はい、ブランニューデー、どう？どうだ？どうかな？まあ、でもモノマネはちょっと厳しい。出れない？モノマネ、モノマネ出れないか、 M ステには。まあでもいい、でもいいの。仏初めて CM 出れたー、吉野家の CM に仏が出れたー。うん、ね、吉野家からね、仏にね、仏よとね、 CM 出ねえかというその、まあ、オファーだね、オファーリングがね、まああったわけです。でもまあ仏 CM 出ることを決意した吉野家の、それはなぜか、なぜかいい、はい、それはCM だから割とギャラがいいじゃん。ギャラがいいでしょ。いやいや、そんなもう仏なんですから、お金の話はやめた方がいい。おい、何言ってんの、マスキ、マスキ何言ってんの。仏だってお金必要だよ、すごい。だって仏ずっと国産の車乗っててさ、そろそろ外車の車に乗り換え、外車の車ってダブルミーニング、外車の車ってダブルミーニング、もういいか。会社の車はおかしいで、頭痛が痛いみたいなもんだ。外車、とにかく外車に乗り換えようかなと思ったの。それはね、最近なんていうかな、私のそのつぶやきをまとめたね、本がね、思いのほか存外にちょっとあまり売れなかったもんだから。だからさまあで、あとまあこういうところでまあちょこまか稼いでいかないとさ、やっぱりね、いつまでもね、国産のさ車、いや、もちろん国産の車は素晴らしいんだよ、もちろんね。うん、いや、うん、でもうん、何言ってんすか、さっきから。その何言って、もうお金の話、仏ですよね。仏だよ。いや、違うの。何しに来たんですか。うん、まあそうだ、勇者いないのにな。そうですよ、勇者いないのになぜ来たかっていうこと。はい、うん、勇者もいないし。その通りだ、菅田将暉、はい、いいところついた、貴様はな。ちょっとごめんね、貴様、ちょっとごめん、将暉、ごめん、ちょっと汗をく、メイクさんが用意してくれた白いハンカチで汗をフィリングした、フィリング。ね、実はですね、今お前がね、マサキが食べている牛丼について私はちょっと言わなければいけないことがあるんだ。はい、これ、はい、これについて、うん、はい、はい、よいか、お願いします。よく聞くのだ、はい、お前が食べている牛丼は吉野家がこの夏シャンをかけて放つ世の中年諸子の健康を考え編み出したサラシノール配合の牛丼、その名もサラ牛だ。サラシアとスリランカ原産のハーブで、健康食品としてはそのサラシアの幹が使用されるね。サラシアの特徴的な成分としては、サラシノール、マンギフェリン、成分マンギフェリン、サラシノール、マンギフェリン、ウェーイっていう成分。正直言いまして、正直言いましてですね、まさき、気がつくことは間違いないの。気がつくことは、それで覚えたからね、気がつく、危機迫るお尻のニキビ、なんだろう、危機迫るお尻のニキビってどんなニキビだと思う？
マサキング、ね、いや知りませんよ。キキ迫るお尻のニキビってどんなニキビ、ね、気がつくのよ。とにかくあの、あの、要するに、ダーゲゲゲゲちょっともう壊れそう、おじさん。あ、キー、あ、ほら、カテキン類、カテキン類、ほら、キーがついた。ね。あの、カテキン類。タニン類。タニン類のポリフェノールが含まれる。ね。サラシノールという成分を、サラシア特有の成分なおだ。いいか。ね。で、このサラシノールが、すごくいい成分ってことは分かってほしい。とてもいい。あの、とても、あの、気のいい安畜症とても気のいい安畜症なんです。サラシノールがとても気のいい安畜症っていう名前の成分なんです。あのね、なんだっけ、あ、糖、あ、わた糖、あの砂糖の糖ですね、糖の吸収を阻害、あの、なんつうの、要するに、あの、やーいっていうことです。やめろっていうこと、あの、うがい、うがいでっていう、そういうことです。あの、阻害だね、阻害する効果があるということが確認されているね。サラ、食べるの、マサキングは食べるの、この後に読んでいい、もうちょい食べていいんだけど、退屈、仏の話、大丈夫、はい、で大丈夫、もうちょっと、もうちょっとで終わるから、だ、うん、いいね、あの、うん、まあ、まあ、うん、そうね、足、おい、うん、まあ、うん、お、うん、あ、う、あ、う、お、う、あ、う、お、それちょっと疲れてきました。あの若干本当に疲れてきました。じゃあ続きを言います。続きを言います。いいですか。サラシノールは主に食後の血糖値の上昇を抑制、ね、で人の腸管、腸の管ですね、に存在する、諸島や、諸島っていうのは、あの小さい、あの C、O は小さい、あの、じゃあ、あの、カタカナ、うん、で、糖は砂糖の糖ね、うん、で、バイガ糖なんかの、二糖類を、まあ、分解する酵素ってことだね、うん、で、その二糖類を分解する酵素の名前が、あれです。あ、ちょっと、まさき、ちょっと今、本当に全然関係ない、思いついたこと言っていい、今。もう一度言っていい？僕今、はい、僕は女の人の汗が好き。なんで僕今そんなある種の思考をこんなところで吐露しなきゃいけないんだろう。あがつくんです、とにかく汗のあがつくんです。アイスアルファグルコシターゼの働きをなんとかするために、なんとかする。ちょっと待って、もうね、ちょっと待ってください。いや、お前何を言うてるんだから。セリフが難しいんだ、バカ野郎。ぜひ。砂のバカ野郎。俺関係ない。ちょっとかっこいいと思いやがって。俺関係ない。羨ましいぞ、バカ野郎。わかった。ゲイ。まさき、安心しろ。糖だ。糖が何回も作ってくれる。砂糖の糖。糖の吸収を、抑制し、あ、また。抑制が2回出た。田中くん、よくちゃんに書いてた。田中くんって誰ね。なんで今私田中くんって言った。あの、まあ、世の田中くんに教えたいの。抑制が2回出たよっていうの。抑制です、ごめんなさい。抑制し、まあ血糖値が上昇、落ち着く、上昇も、あの、トゥ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 上昇しにくくなるっていうことなんだな。で、ゆえに、いいですか、ここが大事ですよ、はい、今までも大事ですけど、ここから大事です、いいですか、はい、ゆえに血糖値が高めの人や生活習慣にも良い効果をもたらす牛丼、それが吉野家のサラ牛ナノメ。ナノメって何、ナノメって何、ナノだ、はい、うん、以上ですか。以上だね、やりきった。ああ、うん、これだけの長い、はい、難しいセリフをやりきった。お疲れ様です。うんうん、わかりました、うん、だったら僕より仏がこの牛丼食べた方がいいかなと。お、それはあのマサキングはいいことを言いリングした今、うん、そうね、あの仏もさ、あの最近ちょっと血糖値がちょっと高めなのね、うんうん、で、まあ、もはやね、仏一人の体じゃないわけだからさ、うん、じゃあ、うん、仏が食べる、うん、仏が食べるわ。お、食べました、うん、うん、え、何、食い刺し、君の食い刺しっていうか、ごめん、それ以前にね、いい、まさき聞いて、はい、いい、仏は要するに雲のウェリングよ、仏、
私今までこう仏何回かやってこう雲の上っていうことでちょっと気づき上げてきたものがあるんだけど、あの君それ今君距離感おかしくない？距離感がおかしい入り口でない？仏雲の上にいるのよ。あなたどうしてでここにいるわけ？なんでそんな可愛い顔で僕を見るの？ねえ、それが今人気なの？人気もうブレイク大ブレイク俳優になってるの？今そんな可愛い顔でねえ。あとね、いや、本当にね、なんかいい。いやいや、ちょっと、雲の上だから、こう、いた仏初めて叩かれた仏初めて叩かれた仏初めて、ご一緒に仏初めて叩かれたまあ、それはいいんだけども。いや、だからそれ、食い刺しだから。ちゃんと、食い刺しちゃんと持ってきて、ちゃんとしたやつを。え、なんで、どっちですか？食い刺し。嫌なんですか？嫌だな、食い刺し。ちゃんと新しいやつがいいな。めんどくさ。めんど叩けない叩けない分かんない、持ってくればいいんでしょ。そうそうそう、新しい持ってきて。分かりました。うんうんうん、そうなんだよ。そうそう、ちゃんとね、あのそういうあの人と。はいはいはい、はい、すいません、お待たせしました。はい、ありがとう。これはね、美味しいと思うよ、はい、これね、うん、うん、これはね、絶対美味しいと思うよ。はい、うんうん、美味しいっすよ、それは。食べるよ、食べるよ。まあ、うまそう。美味しいぞ、イエーイ、うん、健康に上に美味しいぞ、イエーイ、いやー、うん、美味しい、うん、ですね。まあ、ということでさ、はい、あの仏がどなたとギャラの交渉すればいいんですか？いやいや、だからもう本当お金の話とかマジやめた方がいいっすよ。まあ、やめた方がいいか、仏は。やめた方がいいですよ。っていうかさ、その前にさ、はい、あの仏って思ってるわけでしょ。仏とこの位置はおかしいの。今までずっとこうやってこういうことやつ、雲の上だから今距離感が完全におかしいの。あの、なんていうかな、仏のね、距離感をね、あの、変えた君、ナンバー、あの、最初の人。ここに来ちゃいけないのよ。仏の上だもん。注意していい？まさに。なんでなんすか？嫌ですよ。かわいい顔してんなと思って。かわいい顔してんな。そんな汗だくなおっさん。おっさん言うな。彼にも仏にも。